別の世界から競輪界っていうそんな感じですか。あ、そうです。前職は何やられたんですか。前職はゴールドジムでトレーナーをしてました。ゴールドジムってあの超有名な。あ、そうですね。まあ自分の中で結構有名なんですけど、うん、はい、いや一般人の僕が知ってるぐらいなんですはい、であれですか、そのコーチじゃないですけど、そういう、あ、そうです、ジムの会員さんのトレーニング補助みたいな、はい、もうやってました。あ、はい、あのトレーニングのメニューを組んだりとか、あの栄養の、まあ、食事指導じゃないですけれどもとか、あとは、まあ、そのお客さんの需要に沿って、例えば痩せたい人にはこういうこととか、それ競技やってますって人にはそういうトレーニングとかを僕は、はい、ちょっと仕事でやらさせてもらいました。ある意味現役の競輪選手なら俺も面倒見てくれよみたいな、そういうのもあるんじゃないですかいやー、どうですかねまたそうですね、自転車競技っていうのは僕は初めてだったので。あ、そうですか、はい、そのどういった筋肉を使うのかとか、まあ素人目で見てやっぱももの筋肉が必要なのかなとか思ってたんですけど、実際やってみると全然違うところが必要だったりとかっていうのがあるんで、まだどこ鍛えればいいとかちょっと僕も深くは分からないんですけど、はい、でも自転車の選手の指導もやってたんですか。はい、あの競輪選手の、コーチっていうか指導もやってたんですか。いや、でもね、選手の方はやられてないですね。はい、大体その選手が来てそのつながりで選手を目指すみたいな、そういう流れかなって勝手に思ってたんですけど。ああ、でもそうですね、僕が休憩時間の時に トレーニングしてた横で、その大阪の、伊藤慎さんと船本健三さんがトレーニングされてて、あ、で船本さんに声をかけていただいたっていうのがきっかけなんですけどでも師匠は伊藤慎さん。あ、そうですね、伊藤慎さんですあ、そこからじゃあ大阪で面倒見てもらうって感じだったんですか。そうですね、あ、そんな感じです。実際どうですか、あの合格するまでっていうのは、あの時間期間はどのぐらいだったんですか。大体試験を受ける、10ヶ月ぐらい前からですかね、あの本格的に、あの僕適正なんですけど。適正なんですか。はい、あ、あのパワーマックスとかの数値を出す方、はい、練習をやり始めたって感じで、うん、やっぱりこう適正で受ける方の方が確率可能性は高いっていう、そういう感じでした。そうですね、その自転車自体は、うん、競輪の自転車持ってなかったとか。あ、そうですか、はい、全くなかった。靴もレーサーシューズもなかった最初は。じゃ あ、 あの言い方は悪いですけど本当にど素人です。はい、ど素人です。でもそれでも受かっちゃったんですね。え、あの運が良かったですけど。いや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 適正で受かるのもね、あの厳しいですからね今。周りの人みんなすごかったです。どうでした、養成所時代から本格的に自転車を乗ったと思うんですけど、はい、なんかまだどうですか感覚っていうのは。そうですね、やっぱり力の使い方じゃないですけど、自転車の上での自分の持ってる力をどう自転車に伝えるかっていうのはやっぱすごい難しい。自転車の上で力を出すっていうのは、なんでやっぱもがきとかバロンとか200とかやってると皆さんこう出し切れるようにやられるんですけど、全然出し切れない感じがすごいあって、まだそれが出し切れるようになるまで なれるようにちょっと頑張っていきたいなと思います。まあなかなかね、やっぱりこう身体能力が高くてもその道具にね力を伝える難しさっていうのはすごいあると思うんですけど、やっぱその辺まだもがき続けてる感じですか。はい、で大阪からデビューで、はい、今年から、はい、三重県登録。あ、去年の12月の11日から正式に移籍させてもらったんですけど、まあ、その辺の流れなんか必要なければ教えていただきたいんですけど、もともと実家が三重県で、もうずっと卒業してから三重県の方にいたんですけど、それであの、まあ、週に何回かで大阪の方に練習させてもらってたんですけど、そのたまたまご縁があってその三重県の方で練習させていただく機会がありまして、それで師匠から三重県で練習できる機会があるのであれば、
に移籍して、そういう一本でやってた、三重県でやってた方がいいんじゃないかということを、はい、おっしゃってもらって、それでもう移籍するという形に、はい、なりました。もともと住んでる地元の方がね、やっぱり勝手は知ってますよ。そうですね。で、今どうですか、練習環境っていうのはどんな感じで稽古をつけてもらってるか。そうですね、四日市の方でやらさせてもらってるんですけど、その国勢グループの街道練習に参加させてもらったりとか、あとは太田雅之さんにすごくよくしてもらってまして、面倒見いいですもんね。それあり、感謝してます。練習とか、あとレースの組み立て方とか、いろいろ教えていただいてて、はい、そういう感じなんですごい自分としては今やりやすい状況じゃないですか、はい、頑張れる状況、すごい環境はいいなと思って。そうですね、まあ、そうなるとね、早く同乗して引っ張るっていうのもあると思うんですけど、その辺はどうですか。そうですね、まあ、早く、そうですね、まあ、勝てるようになって、はい、まあ、上上がって一緒にレースしたりとかして、自分前で頑張りたいなと思ってますけど。まあね、そうなるとね、早くチャレンジ卒業しないとあれですけど、はい、どうですか、今季活躍どの辺目標にしますか。そうですね、前の期は結構苦戦したことがすごい多かったんですけど、はい、その苦戦したことが結構勉強じゃないですけれども、それを糧に今季は一緒の失敗しないように